はい、今日のテーマは、体育祭の女子でございます。いきます。なんか、ちょっとになってない。スマブラの最後の時に、おかず力とは、そのおかずでどれだけのご飯を食べられるかを数値化したものである。はい、始まりました、おかず力チャンネルルおかず力調査隊、新田です。お願いします。ビビビビビビ、撮ってる人、夏バテという言葉知ってるけど、なったことない、うん、おかず力調査隊隊長の岩門です。よろしくお願いします。お願いします。いや、なんかよくさ、夏になるとさ、やたらこう夏バテを押してくるやん、テレビが。なんか胃もたれとかもないし、胃がもたれるっていうのはよくわからないというか、24時間飯を食える状態だから、内臓が。今日もちょっと隊長の髪型の方をいじっていく時間を取ります。はい、今日のテーマは、体育祭の女子でございます。皆さんもこう思い返してみると、クラスの女の子全員この髪型してるんじゃないでしょうか。大体こうパターンとしては、あのいわゆるこうクラスの一軍の女子がやる髪型なんですよ。これ思い出せますか？ん？高校時代。え、女子いた？え、女子いました、いました。え、でもあんまこの髪型がピンときてなくて。嘘、めっちゃしてた。え、体育祭とかなかった？いや、あったんですけど、うん、じゃあここで高校時代の新たな写真どうぞ。バンということでね、日本全国 の、 あの運動会、ぜひおかずよくの2人に来てほしいというあのお声があれば呼ばれてさ、俺らどうしたらいいの？特に騎馬戦が出てくるまでの運動会ってマジで戦うとこない、うん、ね、本当に。で、騎馬戦もあったらあったで下だから、あ、もう面白くない。騎馬戦も下だし、組体操も下だし、ずっとね、あの地面に触れてんの、手か足が。そうそう、まあ、そういう髪型になっております。おかず力というのは、そのおかずでどれだけのご飯を消費できたかを表す、おかずとしての性能を表す数値のことです。そのおかずでご飯を 1g 食べれたら、おかず力を10として測定していきます。なんか下手くそになってない？今日食べていくおかずは初めてですかね。初めてじゃないか。なんか定番っちゃ定番なんですけど、初めてのイエーイベーベー。すごいな。手前にあるとすごい。スマブラの最後の敵みたいな。マスターハンド。あ、そう。惣菜。コロッケ。二種類のコロッケを用意いたしました。うんうん、オーソドックスな牛肉コロッケ。そしてこちらが、カニクリームコロッケ。よっしゃー。カニカニ。え？喋った。2種類のコロッケを、あの隊長が自ら近くのスーパーで買ってきてくれました。あのオープン早々いきなり惣菜コーナーに走って大量のコロッケを買うデブになりました。本当は最初コロッケとメンチカツ、うん、どっちが食えるかみたいなのをしようと思って、うん、で惣菜コーナーをこううろうろして、メンチカツがどこにもなくて、店員さんに「すいません、今日メンチカツってありますか？」って聞いて「あ、すいません、今日はないんですよ、ごめんなさい」って言われて、めちゃくちゃ謝られたの。もう相当必死に見えたのよ、なんか朝9時から朝9時からもう相当メンチカツを欲してるデブがいて、これちゃんと謝らんとクレームになるぞと思われたのかもしれない。はい、本当にすいませんでした。コロッケどっちがどっちを食べるかっていう決め方を今ずっと協議してたんですけど、はい、そうですね、血で血を洗う、まあ本当殴り合いもしくはじゃんけんというところでどっちするか本当ギリギリまで迷ったんですけど、まあ、今回は、まあ、特別にじゃんけんで決めたいと思います。はい、勝った方が選びます。選ぶ。よっしゃ、しょうまくん、じゃんけんぽん。はい、おい、今のは今審議だろ。今のはね、多分ブルーから入ってたのに、多分あれは不正です。確かにね、太ってる人はもう食べ物の前ではね、犯罪者になるからね。はい、しょうまくん、じゃんけんぽん。よし、これが勝ち。カニクリームコロッケを食べまーす。いや、でも負けたけど、そう、一個一個の傘が牛肉コロッケの方が多いから、勝ってるとも言える。夜間の香ばしい麦茶。はい、ということでね、早速ご飯食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。なんかコロッケだけであんま米食うことってなんかそんな記憶ないから。確かにないですね。コロッケの実際のポテンシャルをあんま知らないよ。あ、うまい。
うまい。やっぱなんか素朴でいいですね、コロッケ。うん、なんか肉料理とかに比べて、まあガツンってした感じはもちろんないんですけど、派手さはないけど、こうなんか不思議な感じ、心穏やかに箸が進むなっていう、一杯目完食。一杯目完食しましたので、これから隊長と2杯目食べていきたいと思います。私一足先にごちそうさまでした。はい、ということでね、3杯目完食いたしました。あのやっぱ唐揚げとかに比べると、まあなんかあの米が進むなっていう印象はまあなかったですけど、まあ、けどやっぱなんかこう安定感すごかったんで、まあなんか米が進む、まあおかず力なんであれなんですけど、まあなんかすごい良かったですね。なんかコロッケで米食うのなんか幸せな気分になりましたね。基本ベースじゃがいもが多分こあの米との相性がちょっといまいちというところなので、主食と主食、まあ、味はめちゃくちゃ、まあ、まあ言うまでもなく美味しいんですけど、まあなんかちょっとその辺があのあんま進まなかったの原因かなと。今日食べたご飯の量、そしておかず力の発表をしていきたいと思います。それでは、嫁もさん、お願いいたします。はい、食べたお米の量を発表します。はい、あなた隊員 684g。 おお、684。イヤホン隊長 730g。 おお、今日僕が食べたスーパーのお惣菜のカニクリームコロッケなんですけど、おかず力が6840です。私が食べました、スーパーの惣菜の牛肉コロッケのおかず力が7300。よいしょ。コロコロコミックにあった、いやー今マジで言おうとした、漫画コロッケ読んでましたって普通に、必殺技ハンバーグーなの、いまだに消せないウードンみたいな、ウードンあったね、ハンバーグハンバーガー、なんかもうキャラクターがいっぱいいるんですよ、コロッケには。でそのコロッケはコロッケなんですけど、あの他はもうみんな食べ物の名前で、コロッケ、ウスター、大福みたいなやつとか、すげえ覚えてるな。俺も全然覚えてないよ。プリンプリン、フォンドボー、フォンドボー懐かしい、クスクスとか、なんか、まあ、パンケーキとか出てないかな、なんか、いやもうちょっともう覚えてないわ。嫁もコロッケ知ってる？全然見た。コロコロとか読んでないっすよね。コロコロとか見たことない。リボン派？あ、リボンとかの買うし。あ、チャオチャオチャオチャ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 夏バテ怖い、もう夏バテが怖いから、おかず力をもう1日3回見ますよという方や、主人公コロッケの必殺技がハンバーグーなの、今考えてもちょっと消せないなと思うあなたもですね、チャンネル登録、高評価、我々の SNS のフォロー、ぜひよろしくお願いいたします。皆さん、夏に負けず頑張っていきましょう。さよなら。じゃあな。やば、ジョーやば。福島牛肩ロース、スマホのロック画面にするか迷うぐらい綺麗。いやーこれなんか、まあ、いただいただけなのになんか一個目標達成したみたいな感じあるもんな。